ばって、あんた顔小さすぎてさ、ブリカート店なんだけど、ちゃんと謎に焼肉来ました。はじめまして。挨拶とかしていた方がいいかな。いや、しとく。でもうち挨拶って最近ほんとしてない。しなっちゃう。奇跡やって、流れでするわ。え、恥ずかしくない？いいからいいから。 PK の PUP マンです。だから言ったじゃん。どうも、キャスティスティーのちゃん。え、やったー。お願いします。うちら今ソロ企画やってて、それぞれメンバー1対1で写真みたいな感じで動画撮ってるんですけど、はい、私かっちゃんと撮りたいな。いや、マジで珍しいね。どういう風の吹き回し。みんなびっくりしてる。面白いじゃん、そういうのも。そうだね。実は本当は絡みあるよみたいな。そうそう、今日はなんで仲良くなったのかとか、うん、そういう話もしつつ。そんな歴史あったっけ。それなんか全くないよ。ないよ、別に。ほぼ初対面ご飯みたいな感じの手で見てもらえたなって、うん、お願いします。マッチ女子会スタート。おかまね。いただきます。したら初めて会ったのが、まあ、よくある何も覚えてねえよ。 YouTuber 系の飲み会、年末じゃない。いろんなタイプの人と定期的に飲みたいタイプ、うん、異色な飲み会もめっちゃ好きなの、うん、でそこで友達になるわけじゃん、うん、っていう感じで、これ4回目で、4回目みたいな感じで。いや、顔広いよね。ピーポだってこの前さ、エナと3人で六本木歩いてる時にさ、なんか知り合いみたいな人とユーピーマンの知り合いと。友達はめっちゃ多いかも。浅く広くタイプだから、めちゃくちゃ浅い。その六本木ですれ違った人も2、3分結構仲良く喋ってたので、その間私とエナめっちゃ待ってたんだけど、解散するのに、あの人誰みたいな。知らないで喋ってたのみたいな。最低だよね。焼肉久々すぎてやばい。そうなの。最高。うん、実習8焼肉とかな。え、マジで。え、ずっと外食。いや、週8突っ込んでいただける。え、ごガチじゃないの。いや、全然信じちゃってた。確かにもうこういう感じだし、バケモンだからさ。いや、寝ても。いや、私とは違う暮らしをしてるんだろうな。ちなみにけど、あんたと一緒でビジュアル入りしようとしてるからね。どういうこと、どういうこと、どういうこと。悩み事系とかは、うちほんと解決女子だから。マジで解決通りやってるから。何の悩み、女子の悩み。いい男と悪い男の見分けがつかなくなってきた。え、それヤバくない？結構死活問題。今までは分かってたの？分かってたつもりになってた。へぇ、分かってた時の見分け方っていうのは何なんですか？違和感感じたら距離近すぎとかね、うん、で分かんなくなったら結構終わりじゃない？終わってるの、だから。だから選ばないようにしてる。ああ、もう一切ね。確かに普通の人よりもガード固いって感じした。いい意味でね。でしょ。で、連絡すら交換しない男の人と出会っても。いいよそれで。本当にもういつまでも恋愛できないんじゃないかって思ってる。でもいいじゃん、次から次モテるからさ、選べるくね。課題評価ありがとう。だってうちと比べて米粒みたいな顔つったいもん。金髪だからね。膨張色。全国の金髪に謝ってよ。いや、膨張色。いいな、なんかモテたいって今年の夏思った。人からモテたいってこと？友達からもモテたいし、普通に恋愛としてもモテたいなって思った。なんかね、一番になれないの。やだ、何それ。一番になれないの。いつもセカンドってこと？なんかセカンドなの。セカンドにも行ってないのか。例えばいい感じの人がいました。ある程度時間も経って相手のことも知れてきました。自分はその人のこと一番だとしても、気づいたら一番の人がもうまた別にいてみたいな。自分は一番より下のあれだったんだなみたいな。うわ、え、なんでなんだろう。今の真剣さが伝わってないんだよ。マジそれ言われる。いつもふざけてるみたいに見えるから。全部冗談に聞こえる。だからといってじゃあさ、本当に好きなんだけどとかご飯中とかに言ってもふざけてると思わない？いや、思うよ私は。どうしたらいいの？常にふざけてる。またまたーってひざまずいて言った方がいいんじゃない？いい加減にしてよ。ドロップクラブじゃん。何それ。ありがとう先輩。え、先輩なんで？何歳？26。え、結構下だっけか。うち23だもん。友達マジ26歳めっちゃいる。え、マジで。私26の代めっちゃ少ないと思ってたんだけど、年上の知り合いの方が多いの。うん、年下の友達あんまいないね。あ、そうなんだ。本当に仲いいの東亜グループ。うーん、私年下の知り合い珍しいもん。マジで。てかピーマン年下の感じしない。めっちゃそれは言われる。84歳言われるよ。言い過ぎやろ。エナとピーマンがめっちゃ仲いいイメージある。マジでエナピーは仲いい。これなんでなん？性格も一番合うんだけど、話すことしょうもないかも。何話してんのって言われたら覚えてないぐらい内容のない話を永遠してる。え、だってお互い恋愛してないイメージある。マジでそう。なんか女子って結構恋バナが多いじゃん。でもないでしょ絶対。ずっと仕事の話か恋バナもするよもちろん。だけど普通にお互い無言の時もあるし。いいね。お互い虚無になるから、楽しい思い出の後ってめっちゃ虚無になる。ああ。
ちょっと前自分は常にエナピにずっと電話して、お互いずっと電話つないで無言でこう家事したりとか編集したりするみたいなやってた。超寂しがりじゃん。メンヘラ？メンヘラではない。一人の時間は欲しいけど、家に一人でいるのがあんま好きじゃなくて、誰かと電話するか、人を家に呼ぶか泊まらせるか。めっちゃ寂しがりじゃん。寂しがりなのかな。普通にずっと遊んでたいだけなのかも。でもエナも同じこと言ってたよね。誰見てるでも普段。私ディズニーチャンネル見てる。平和すぎ。今日美女と野獣見てきたの。だからマジで今日は運命の人に出会おうと思ってきてます。野獣ですよ。リアル美女と野獣じゃない。笑いすぎじゃない。終わるよ。これさ、ちょっと今日コンタクト入れてなくて。あ、見えてないよ。シルエットで見てんの。あ、じゃあいいよ、見ない方がいい。めっちゃでかない。めっちゃでかくない？新生パパだみたいな。普通に考えて3人で真ん中いたらあんま目立たない。自分でかいあなたと横並び本人材 NG ですよ。元気出してこ、仲間がくじけないもん。それこそこういう感じで言ってるから飲み会とかでも盛り上げ担当になっちゃう。ありがたい話だけどね。でもちゃんとみんなみたいに甘えるとかやってみたい。本当は飲み会で甘えたい。甘えてましたよ。ちょっと衝撃。どういうこと？甘えてましたよ。どんな感じ？べったりみたいな。それエンタメ。あ、エンタメか。べったりしてますけどどうですかっていう。いや誘ってるやん。どうですかはもう誘ってるやん。いいえ、私絶対べったりしてない。ほんとよくない。してない。本当に目当てはいなさそうだって。じゃあ二刀流できてたってこと？前るし、さばくし。そう、だから天才かなと思った。あんたがほんと大きい口開けて笑ってたから楽しかったんじゃ。マジでめちゃくちゃ笑ってたって。今見てずっと笑ってた。おもろい生き物だなって。いや、人間って言って。ありがとう。本当にだから最近夢見ちゃってるよ、恋愛に。マジで飢えてんじゃない？いや、飢えてないって。武器になってない。だからなんかさ、公共の電波を使って増えてますっていうのちょっとやる。いや無理すぎ。負け組みたい。無理すぎ。結婚とか彼氏いないとかそういう話をすると変な男の人から DM 来るから。やめようと思って。確かに。かきちゃんマジで来そう。え、大阪出身だっけ？出身は島根。むっちゃ田舎やん。そうだよ、超田舎。ね、島根って人いないよ、住んでて。本当にいい加減でした。マジで。鳥取はまだあるやん。私行ったことある。普通に楽しかったし。え、あんの？あるあるある。島根はない。島根はない。本当に何もない。出雲大社ぐらい。あー、え、マジで？そう、出雲大社は有名。神様の町って言われてんのよ、島根って。ガチで。ごめん、これ本当に大丈夫って思うかもしれないけど、神様がいるって言われてるってぐらい歴史やばいから。へえ。じゃああんまり島根生まれバカにしちゃいかんね。そうだよ。神の子ってことでしょ。うち神の子だからね。ね、どこにも埼玉。埼玉なんだ。ダ埼玉。ダ埼玉。一番方言がないと言われてる。東京よりも方言がないと言われてる埼玉。高校の時どういう感じ？真面目だったな。真面目だったの？私中高学校休んだことないもん。うん。遅刻もない。それ言ったら自分も遅刻はめっちゃしてたけど。してそう。行ってたの学校？学校行ってた。頭良かった？頭は良くなかった。でもやればできるんだろうなって自分でも思ってたし、人からも言われてたみたいな。地頭いいタイプだ。地頭多分めっちゃ良かったんだよね。高校生の時は地元で YouTube やってたの、うん、だから竹下通りとかみたいな。うまーい。夢の国みたいな感じだった。うわー。あの時さ、竹下通りがなんか流行ってなかった。流行ってた、めっちゃ流行ってたよ。やばかったよね。てかさ、さくらんぼのピアスとかつけてなかった、みんな。ビーゴーの絶対つけてたでしょ。あれつけてないです。つけてないの？つけてない。あれ全女子が通った道じゃないの？さくらんぼのピアス。そんなに通ってた？スピンズとビーゴー命みたいな感じ。いや、わかるよ。あの二強すごいよね。でもなんか自分の中でちょっとリゴーはまあみんな買うじゃんみたいな。でもスピンズはあんま更新通してないからちょっとスピンズの方がいいじゃんみたいな。めっちゃわかる。でも当時、今はあんまりわかんないけどスピンズの方がちょっとおしゃれだった。え、そうなのよ。リゴーはみんな買う、うん、スピンズはスピンズだから。マジで同じ感覚だったんや。同じ商品でもスピンズって絶対言いたいみたいな。そういうのありましたよね。覚えたいんだけど。あー、ちょっとわかる。マジ楽しかった。今も加工カメラもさ、ノーマルで撮ってからちょっと加工するみたいな感じじゃん。昔は結構ゴリゴリに画面が燃やつくぐらいの加工入ってたから。わかんの。カメラ360のさ、あー、口だけ真っ赤になって、あと餃子目みたいな。あれ懐かしいけど、みんなあれとか使ってたよ。あとスノーのネズミむっちゃ使ってたから。ネズミ使ってた。あと口開けたらクッキー飛んでる。あー、クマのやつね。クマのやつ。その音源もあったよね。クマのクッキーください。あー、やばー。ということでびっくりドッキリチャンネル、バッテリーが切れそうになってしまって。すいません皆さん。もう今すぐ最後の遺言残さないと。やばい、切れちゃうって感じ。遺言残します。
なんか一緒にできたらなと思います。お願いします。じゃあ今日はこの後秘密のお話もたくさんするので。